こんにちは、ゆいずみです。最近高級なベッドを新調しまして、そちらを今日は皆さんにご紹介できたらなと思います。で、こちらの動画でご紹介できたらなと思います。解説付き でまずですね、このマットレスなんですけど、これご覧ください。この厚みがありまして、でしっかり、エリオセルっていうあのウレタンフォームだと思うんですけど、こちらがですね、マニフレックスのものです。でマニフレックスのモデル246という、そういうマットレスですね。こちらを新調いたしました。でですね、この枕ですね、今持ってる枕もこちらも合わせて新調しまして、こちらもマニフレックスのピローグランデという、同じこのマットレスと同じような生地です。素材、エリオセルっていうんですか、そういうですね、あの独自のウレタンフォームだと思うんですけども、そちらが使われております。でその、マットレスとあの枕ですね、こちらを新調して、最近ですね、あの使わせていただいております。今これ何の動きでしょうね、何をやってるのかしら。あ、で、座った感じですね。この座って横になった感じなんですけども、ご覧になっていただけたら分かるように、腰の沈みっていうのが全然ないと思います。以前の私、今まで使っていたものっていうのが、腰部分、ケツのみにですね、このケツに全体重がかかるわけですよ。このケツのみが沈んでくの字になって、もうこういう感じのあの寝心地だったわけですね。で今横向きましたけど、横向いた時にも、寝姿勢がまっすぐ、横から見た時にこの寝姿勢がまっすぐっていうのがすごく重要なわけですよ。でこうして仰向けになった時にも寝姿勢がまっすぐ、そのケツのみが陥没することがなくて、であとこの寝返りの打ちやすさっていうのもすごく大切でして、あんまり沈んでしまうような低反発のマットレスと、ね、マットレスですと寝返りが打ちづらいんですよね。右を向いたり左を向いたり、自然にその人っていうのは寝てる時に寝返りを打つ、その寝返りをする時にしやすいことっていうのがすごく大切だと言われているそうです。でこのように寝た時にですね、足までしっかりとあの支えられている、均等に支えられているような、このケツのみに沈む感じではなくてですね、足とかこの肩ですとか、あとこの首から頭にかけてですよね、全体がしっかりとこの押されている、包み込まれて下から押されているというふうな、そういうですね、その素晴らしいあの寝心地がありますね、こちらのマットレスです。で今回ですね、このマットレスを購入した時に、ベッドフレームを今まで使っていたものっていうのがちょっとサイズが小さかったんですよ。なのでベッドフレームも買い替えました。これもマニフレックスのもので、スノコ状になっている、あと高さの調節ができるような、私は50センチぐらいの高さが一番好きでして、50センチぐらいの高さのこの、ベッドの高さに設定をして、でそれであの使うようにしています。今ですね、何をしているかと言いますと、何でしょうね、この動きは。何をするかと言いますと、何かを、あ、これで多分ですね、ベッドパッドを出してるんじゃないかなと思うんですけども、こちらのベッドパッドはですね、吸湿速乾のものでして、で、このベッドパッドをかけて、それで使っていこうかなというふうに思います。何しろこのベッドパッドがないと、直にこのマットレスを使っていますと、マットレス自体っていうのはあまり手入れできませんよね。これを外に干すとかちょっと難しい、洗うこともできなかったりしますので、汗をですねしっかりと吸って、でそれであの放出してくれる、あのマットレスに直接染み込ませないようにするためのこのベッドパッドですね。あと除湿シートも私は併用して使わせていただいてるんですけれども、それをですね今ちょっと設置してみてるところですね。でこのように四隅にゴムがありますから、こうしてこのベッドパッドをつけることによって、このベッドパッドはですね、あのニトリのものかなと思うんですけども、ニトリでこちらも新調し、あのニトリでこちらも新調しまして、でそれで使わせていただいております。でこのように座ってるんですけど、今この円座なしで座ることができています。で、あの丸が出ましたけど、円座なしでもですね、しっかりとこの体圧の分散がありますから、この棒に
ダイレーターのみにですね、ギュッとこの体重がかかることがなくて、なぜか不思議なことにこの、ダイレーターごと座ることができました。で、このようにですね、寝っ転がることもできまして、で、この、今までのベッドっていうのは結構沈みがあったわけですね。で、沈むものでして、低反発のマットレス、高反発のマットレスを、薄いマットレスを2枚使っていたんですけど、それでも結構座ると沈んでしまうので、円座なしで、このダイレーター入れたまま座ることはできなかったんですよ。で、こちらのマットレスですね。これがピローグランデという枕なんですけども、かなり大きいものです。ラグジュアリーな、そういうですね、この、かなり大きい、人間の体の上半身ぐらいあるんじゃないかなと思うような、そういう、枕のサイズなんですけど、これは何がいいかと言いますと、自分でですね、この上にやったり下に行ったり、自分の体を動かすことによって、ベストのポジションを見つけることができるんですよ。ベストのポジションをこうしてですね、しっかりと、捕まえることによって、そこがとても心地よい、この首もしっかりと密着をして、頭も全体で下から押してくれるような、包み込んでくれるような、そういう素晴らしい寝心地なんですよね。で、これはですね、私がいつも使っていますボックスシーツをここにかけているところですね。このようにですね、マットレス、ベッドパッド、ボックスシーツですね。で、除湿シートを使う場合はこのマットレスとベッドパッドの間に除湿シートを入れて使うのかなと思います。もしくはこのマットレスと、ベッド自体、ベッドのこのスノコですね、その間にやってもいいのかなと思うんですけど、私はこのベッドパッドの下に除湿シートを入れて、で、それで寝ています。で、この、ここ数日の寝心地なんですけど、本当にすごく良くって、こんなに違うのねというふうに感じています。で、私自身は固めが好きなんですね。固めの寝心地が好きでして、で、それでマットレスを買うにあたりまして、東急ハンズの渋谷店ですか?で、寝比べることができるんですよ。いくつかマットレスがあって、マニフレックスにしようかなっていうのはもう決めていたんですけど、それでですね、マニフレックスの中で3つ ?3 種類か4種類ぐらいですね、その寝比べをさせていただきました。で、それはもう本当に1時間ぐらいかけて、ゆっくり、その1個のマットレスに対して、30秒とか40秒とか、そういう数十秒とかではわかりませんよね。なので何分間か寝てみて、で、お店の方も、そういう風にしてくださいということでしたので、こういう風にこの寝た状態でやってみて、で、その後ですね、この246っていうモデルよりも、もっと硬いのを寝てみたんですよ。スポーツ選手の方が好きということで、で、スポーツ選手の方は硬いマットレスが好きということで、そのすごい硬いマットレスっていうのも寝てみたんですけど、そのマットレスだとちょっとこの腰のここが浮いてしまう、背中の後ろが浮いてしまうんですね。で、なので良くないかなと思いまして、今度はですね、で、もうちょっと柔らかい、この246のモデルよりも、もうちょっと柔らかいものもあるんですよ。表面がちょっと柔らかくなっている。中はしっかりしているけども、体がつく表面だけちょっと柔らかくなっているよっていうのがあったんですけど、そのマットレスはですね、ちょっとこの、ケツがやっぱり沈んでしまう感じがあったんですね。ここのみに、このケツのみに、体重がかかってしまう感じがありましたので、やっぱりですね、この一番人気のスタンダードモデルっていうことなんですけど、このモデル246、こちらをですね、何回も寝て、で、それでやってみたときに、やっぱり一番良かったっていう感じですね。で、マニフレックスに何でしたかと言いますと、私今ですね、足のこのフットケアのサロン、足の爪が高校走行症という、そういう、飛行してしまう。爪がですね、分厚くなってしまうような、そういう生え方で、それでフットケアサロンに通っているわけですけども、そこでですね、その先生が教えてくださったのがマニフレックスですね。その先生はすごい健康オタクでして、ご自身のその健康に関して、すごくこだわりのある方なわけですよ。その方が教えてくださったのがマニフレックスだったので、間違いないかなと思って、で、それで寝て確かめに行ける東急ハンズですね。そちらに行って、それで、マニフレックスに決めました。表参道とか、
六本木とかにそういうショールームが、マニフレックスのショールームがあるということですので、そういうところでも、寝比べできるんじゃないかなと思います。で、今回は私の新しい寝具を、ご紹介させていただきました。大変素晴らしい寝具ですので、おすすめです。ご視聴ありがとうございます。